2021カヌースプリントとパラカヌー海外派遣選考会の最終日となった3月28日には200メートルの各決勝が行われました。東京オリンピック・パラリンピックにつながる大会とあって多くの報道陣も集まる中、熱戦が展開されました。地元府中湖で練習をする今井宏一選手はバーシングル運動機能障害 L3 のクラスに出場し、同じく日本代表の辰巳ひろみさんに4秒近い大差をつけて0分53秒755のタイムで日本パラカヌー選手権に続いて1位となりました。続いてカヤックシングルの運動機能障害 L3 のクラスにも出場した今井選手は1974年生まれの46歳、交通事故で負傷し長年リハビリを続けていた箇所にがんが見つかり、左足を膝上から切断することになりました。しかしどんなに辛いことも前向きに捉えて推進力に変える今井選手は東京パラリンピックを目指し、この日も懸命にパドルを漕ぎ、他を寄せつけず0分47秒828のタイムで日本選手権に続いて2冠を達成しました。まあ、私自身 の、 そのレース内容としては、ほぼ練習通りの成果は出せたかなという感じはしますが、まあ、でも漕いでいる中でまだまだだなと感じる部分もありましたし、課題もいろいろ見つかりましたので、まあ、今後はそれを補強強化していきたいなという、まあ、そんな印象のレースでした。なんとか、今度の5月のワールドカップでは、東京大会の出場権を取れるように、今以上にですね、気合を入れて頑張っていきたいなと思います。やっぱり日頃練習し慣れている場所っていうところもあって、そこの、なんていうか安心感というか、いつもの場所なので、本当にレース前は、なんていうんだろう、いつも通りやったらいいなっていうふうな思いで練習をスタート位置についたので、そこら辺は本当に地元開催のメリットというか大きな恩恵を受けてるなっていう感じは、すごくしまして、結果も出せたので良かったかなと思います。カヤック、これは本当にどっちかに専念したらいい。今井さんは5月にハンガリーで行われるパラリンピック最終予選のワールドカップで A 決勝に進み、自力で東京を取ると力強く語っていました。また男子カヤックシングル200メートル決勝に出場した4選手のうち2人は地元勢の香川県カヌー協会の井上明弘選手と坂出市教育委員会の明石博之選手です。両選手とも地元の大会で海外派遣選考会出場を目指しレースに臨みました。しかし井上選手は鹿児島県体育協会の三浦伊織選手にわずかに届かず2位、明石選手も4位と悔しい結果となりました。なお海外派遣選手の選考結果は近く発表されることになっています。